リゴベルト・ウランは、コロンビア、ウラオ出身の自転車競技選手。2006年にプロデビューし、現在は EF プロサイクリングに所属。ステージレースを得意としており、2017年のツールド、フランスと2013年と2014年のジロで、イタリアで、総合2位に入り、ワンデーレースでは、ロンドンオリンピックのロードレースでデギンメダルを獲得し、 イルロンバルディアでは3度3位に入っている。ウラン一家はメデリンから約1 4 0トル離れ、犯罪率が高く、1980年代にコロンビア革命軍が支配していた裏を出身。父のドン・リゴベルトで、ヘススウランも自転車プロロードレース選手の経験を持つ。しかし自転車選手としてのキャリアをスタートさせた14歳の時、父親が、 麻薬カルテル戦争に巻き込まれて、コロンビア自衛軍連合により殺害されたため、自身が宝くじの販売で生計を立て以下を支えた。16歳の時、プロ自転車選手になるべく、メデリンへ移住。2003年、コロンビア選手権 U17 部門の個人タイムトライアル及び、ポイントレースを優勝。2004年と2005年にジュニアツアーオブコロンビアを2、連覇した。 2005年、コロンビア選手権、ジュニア部門で、個人ロードレース、個人追い抜き、マディソン、スクラッチの、計4冠に輝いた。2006年、セカンドディビジョンカテゴリーの、UCI プロフェッショナルコンチネンタルチームである、イタリアのテナックス・サルミアーノと契約を結んで、プロに転向。イタリアのブレシアで、ホストファミリーと暮らし始め、この頃からウランにとって、イタリアが、 第2の故郷となった。2007年、UCI プロチームのユニベット .com に移籍し、プロツアーで最年少のライダーとなった。しかし、チームは、スポンサーの問題により、グランツールを含む多くのレースに出れないといった厳しい状況となったもの、ツールドスイスでは、第8ステージで、残り1キロメートルを切ったところでアタックし、区間優勝。 総合でも9位に入り存在をアピールした。しかしこの年のウランは、ふん続きだった。エウスカルビシクレタでは、個人タイムトライアルだった第2ビットステージで、暫定首位に立っていたものの残り6人が、ゴールしていない状態で強風により、ステージキャンセル。ドイツツアー第4ステージでは、ダミアーノ・クネゴラと同じ集団で走っていたものの、ゴールまで、 残り 15km のリートベルク峠の下りで落ち車し、リタイアを余儀なくされた。2008年、スペインのケスデパーニュに移籍。この年は、カタルーニア一周で、総合2位、ジロ、ディロンバルディアで3位と、重要なレースで2回も、表彰台に上った。2009年、ツールド・フランスに初出場。2010年には、 ジロでイタリアに初出場し、翌月のツールドスイスでは、第7ステージまで、総合2位をキープし、最終的に総合7位に入った。2011年チームスカイに移籍。ブエルター、アンダルシア総合7位、ボルター・カタルーニャ総合4位、リエージュ・バストーニュ・リエージュ5位と徐々に勢いを増していった。ツールド・フランスでは、3週目の序盤に、新人賞ジャージを着ると、 上りがきつくなるほど実力を発揮していった。しかし、第18ステージと、第19ステージで大失速し、新人賞ジャージを失ってしまった。最終的に優勝したカデル・エヴァンスから42分遅れの、総合24位、新人賞部門6位でゴールした。ツール終了後は、ワンデイレースで活躍し、クラシカ・サンセバスティアンで8位。 グランプリシュクリストド・ケベックとジロデル・レミリアで3位に入った。2012年3月上旬、パリ・ニースに出場。エースのブラッドリー・ウィギンスのアシストとして働き、総合優勝に貢献しながら、自身も総合12位でゴールした。3月下旬には、山岳ステージが多いボルター・カタルーニャに出場。第1ステージでは、 優勝したミヒャエル・アルバジーニから約1分半遅れの集団でゴール。第2ステージでは、アンヘルス峠で絞られた31人の戦闘集団に残り、集団スプリントで3位。第4ステージでは、飛び出していたリーバイ・ライプハイマーとシルベスタ・シュミットを追って、サムエル・サンチェス、デニス・メンショフ、ダビ・モンクティエと共に追走し合流。その後、後ろの集団が追いつき、 25名での集団スプリントを制して、ステージ優勝。第5ステージでは小集団スプリントで、ジュリアニシモンに敗れたものの2位。第7ステージでは4位に入ったものの、初日でのアルバジーニとのタイム差を縮めるができず、総合5位でゴールした。カタルーニャ終了後は、総合5位以上を目指すジロでイタリアの準備のために、コロンビアへ帰国。ヨーロッパに戻った後は、 フレッシュアロンヌに出場。エースとして臨んだものの、レース序盤で落ち射し、膝を数針縫うほどの怪我を負ってしまった。4日後のリエージュ・バストニュリエージュにも出場。しかし、悪天候と膝の痛み、怪我によるトレーニング不足の影響により残り 100km でのリタイアの余儀なくされた。7月12日、コロンビア代表として、ロンドンオリンピックのロードレースに出場。 優勝候補最有力のマーク・カベンディッシュが得意な集団スプリントを嫌った各チームの波状攻撃を利用し30人の逃げ集団に入った。そして残り 5km でアタックしアレクサンドル・ビノクロフが合流。残り 300m で後ろの集団との差を見るためにウランが振り返った隙にスプリントを開始したビノクロフに負けたものの2位でゴールし銀メダルを獲得。 二人目の自転車競技でメダルを獲得した、コロンビア人になった。九月末、グランピエモンテに出場。最後の上りで、セルヒオエナオのアタックに反応した八人が飛び出した。そこからさらにユランがアタックし、ゴルカ・ベルドゥゴのみが反応して戦闘は二人になった。残り五百メートルで、ベルドゥゴを振り切り、シーズン二勝目を挙げた。二日後には、 大雨の中ジロディ・ロンバルディアに出場。マドンナデル・ギザロの登りを終えた時点でで30人ほどにまで集団が絞り込まれ、最後のビラベルガノの上りで、ホワキン・ロドリゲスがアタックし、特装に持ち込む。ウランやエナオ、アルベルト・コンタドールらを含んだ集団は、ロドリゲスとのタイム差を縮められない。最終的にはロドリゲスに逃げ切られ、 集団スプリントでサムエル・サンチェスに敗れたものの3位に入り表彰台に上った。2013年チャレンジブエルター・マリオルカでシーズンイン。3月にはティレーノ・アドリアティコでクリストファー・フルームのアシストを務め総合25位。前年区間優勝し総合5位に入ったボルター・カタルーニャでは総合28位。4月には アルデンヌクラシックに出場したが震わず、アムステルゴールドレースでは完走することもできなかった。ジロでイタリアには、ブラッドリーをイギンスのアシストとして出場。第2ステージのチームタイムトライアルで優勝し、1周目で、すでに総合トップ10に入った。初の山丁ゴールとなった第10ステージではアタックを決め、ステージ優勝し、エースのウィギンスを抑えて、 総合3位に浮上。エースのウィギンスはこの3日後にリタイアし、ウランがチームのリーダーとなった。2周目も総合3位をキープし、第20ステージでは最後の上りでカルロスベタンクールら同胞のコロンビア勢と一致団結して3位でゴール。カデル・エヴァンスを逆転し、ビンチェン・ソニバリに次ぐ総合2位を獲得した。シーズン後半はあまり結果が振るわず、 ツール・ド・ポローニュは、総合47位、ブエルター・エスパーニャは、第16ステージでは、ネオプロのワレンバルギルに次ぐ2位になったものの総合27位で、レースを終えた。その後、自分向きのコースである世界選手権、ロードレースに出場。最終週の上りで、ニバリート・ロドリゲスについていくが、下りで、落ち車し、チャンスを失ってしまい41位でゴールした。 2014年グランツールでのエースになるために、オメガファーマークイックステップに移籍。早速、ツアーオブオマーンで、総合3位入賞。3月には、ティレーノ・アドリアティコのチームタイムトライアルで優勝し、総合31位。その後、ボルター・アカタルーニャで、総合30位、ツールド・ロマンディで、総合14位。5月、 ジロでイタリアにエースとして出場。第12ステージの個人タイムトライアルで優勝し、エヴァンスに代わり総合主位に浮上。コロンビア人として初めてマリアローザに袖を通した。しかし、第16ステージで同胞の若手、ナイロ・キンタナの独走を許してしまい、マリアローザを失う。第19ステージの個人タイムトライアルでは3位に入ったものの、総合2位でゴールした。 8月に休養から戻りレース復帰。ツールドレンのプロローグで4位に入った。月末には、ブエルタ・エスパーニャに出場。第10ステージの個人タイムトライアルで、世界チャンピオンのトニー・マルティンに次ぐ2位に入り、総合3位に浮上。しかし、その後期間支援に苦しみ、第16ステージで大失速し15分遅れでゴール。翌日出走せずリタイアした。 コロンビア代表として出場した世界選手権ロードレースには27位でゴール。その後、ツアーオブ、北京に出場し、総合9位でシーズンを終えた。2015年序盤、ティレーノ・アドリアティコ総合3位、ボルター・カタルーニャ総合5位、ツール・ド・ロマンディ総合5位と順調な滑り出しだったものの、ジロでイタリアは総合14位と大失敗。 シーズン後半はグランプリシクリストドケベックを制した。2016年キャノンデールドラパックに移籍。ジロでイタリアを総合7位でゴール。2連覇を目指して出場したグランプリシクリストドケベックではゴールまで残り、数メートルのところで集団に吸収されて10位。イルロンバルディアではエステバン・チャベス、ディエゴ・ローザに次ぐ3位で表彰台に上った。2017年。 ツールドフランスに出場。南韓山岳コースとなった第9ステージのモンデューャの下りで、リッチーポートとダニエル・マーティンの落ち車に巻き込まれかけるも、回避。しかしこの影響で、シングルギア化してしまう。それにもかかわらずはレンバルギルを僅差で抑え、ステージ優勝。総合4位に浮上する。第17ステージで、総合2位、ファビオアルが遅れたことにより、 総合3位に。続く、第18ステージでは最終盤に失速し、総合2位、ロマン・バルデとの差を広げられるが、第20ステージの個人タイムトライアルで、バルデを大きく突き放し、総合2位でフィニッシュした。リーゴベルト・ウラン、EF プロサイクリング、EF プロサイクリング、EF プロサイクリング、2020年8月26日、閲覧。 シクリシモ2017ナンバー53プロチームガイド選手名鑑ヤエス出版2017年雪降るクイーンステージを制したキンタナがマリアローザ獲得ダッシュ CYCLOWIRED.JP2014 年5月28日付け等ステージに組み込まれたステルビオ峠の下りがニュートラル扱いになるとの誤報を受けたため遅れた スタート前は6秒リードされた状態だったが、ステージ終了後には1分26秒の差をつけており、結果としてこのステージだけで、バルデから1分32秒ものタイムを奪った。ありがとうございます。